どうも赤ちゃんしです。今日はですねこちら到着いたしました。この箱の形状的には靴ですね。靴を購入いたしました。最近ね靴ばっかり買っているんですけども、今僕の中でおそらく靴ブームだと思います。ということで早速開けていきたいと思います。まあね去年の秋ぐらいからずっと何かないかなって思っていたような靴なんですよね。革靴です。革靴の購入でございます。なかなか開かないな。ここを無理やり、動画は相変わらずそのままリアルをお伝えしていこうと思います。こちらです。じゃんと、ドクターマーチンを購入いたしました。ドクターマーチンと言ってもですね、まあ定番モデルだけども、あんまり人が履いてないようなデザインがいいかなとか思って、なんかねこういうのが嬉しいですね。なんかねこの伝票なんですけども、ここを見せていいところかな。こんな感じ、これむちゃくちゃ嬉しい。これ見えますか、ほら。お待たせいたしました、ありがとうございます。ニュースニーカーで軽やかに、嬉しいですね。しかも直筆、印刷じゃない。ということでこちらドクターマーチンです。ちゃんとすごいな、きっちりされてる。エイドリアンだったかな、エイドリアンって読むんだろうか、いいんだろうか、正しいのだろうか。こんな感じです。でサイズが UK の8ですね。27cm ブラックタッセルスニーカーを購入でございますね。でドクターマーチンってちゃんとしたところで買わないととかいう話をよく聞いていたので、ちゃんとしたところで買いましたよ。ヤフーショッピングでは本当きちっといろいろ下調べしてですね、来ました。国内正規品でございます。こんな感じ。後ろもだから、これなんか後ろが特徴らしいんですよ。この網目の格子の分がきちっとした分だということを聞きまして、いろいろリサーチをしておりました。いやね、どうでしょう、このリアルタイムじゃないけど、リアル具合のこの開封の仕方、こういったものが入ってたり、これ相当きちっとしてるな。でエイドリアン、メイドインタイランドかな、 UK8 でございます。ドクターマーチンをまさか買うとは思ってなかったけども、なんだかんだいろいろ探して、このタッセルがやっぱ良かったんですよ。タッセルがどうしても欲しくて、でここのソールがやはり厚いものがいいと。でここ真っ黒だったら結構ビジネスシューズっぽくなっちゃうので、あえてこういうゴムソール的な。 iPhone でね撮影してるんで、今電話かかってきてしまいました、中断しました。でここのソール、こういったねちょっとこの風変わりっていうわけじゃないんですけども、ちょっと変わったソールが僕の好み。いいじゃないですか、これ分厚いから絶対的にかかと痛めない。もう革もね良さげ、非常に良さげ。もうちょっととりあえず両方出そう。いやドクターマーチンか、僕ね今までドクターマーチンは履いたことがないんですよ。でこの前それこそ広島に行った時にドクターマーチンのお店があって、試着のみよろしいですかっていうふうに聞いたら、もう全然結構ですっていうふうに言われたので、履かせてもらったところ、非常にね履きやすかったので、いやーいいいじゃないですか。どうでしょうこの雰囲気。僕ちょっとストリートっぽい感じのこう綺麗めがやっぱり最近好きだなとか思って、まあ、それにでも合うような革靴ということで、ドクターマーチンのこのエイドリアンというものを選んでみました。ということでね、早速履いてみたいと思います。ちなみにね、価格が全部で 19,545円で、まあこんな感じの内訳でした。ポイント利用できて、まあクーポンも使えて、あとここからの還元ポイントで確か2000円ぐらい還元ありますね。むちゃくちゃそういった意味では
お手頃なんじゃないかなと思います。一応履く前にアップだけしておきましょう。こんな感じです。横でしょ、横、後ろで、反対側の横でしょ、で最後正面。どうでしょう、このねタッセルがどうしてもやっぱり欲しかったんですよ。でね、ここがこんな感じですね。ちょっと暗くて見えないかな、ピント合わないかな、こんな感じピント合いました。で、後ろがこういったソールでございます。結構ねソール厚いので履き心地良さそうです。ドクターマーチンタッセルローファー履きましょう。やっぱりねこのね雰囲気好きなんですよ。タッセル系ってなかなかいい感じかなとか思いまして、で今回27センチを選んだのはやっぱりねこう紐とかじゃないのでパカパカまずなっちゃうんじゃないかなっていうことで27センチを選びました。で革もねどん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 馴染んでいくということでございます。横ですね、で後ろ、でこっち側の横、で正面。これなかなか雰囲気的にいいし、ソールがね結構厚いのでかかとが全く痛くない感じです。どうでしょうか。はい、じゃあ最後少しね引きで見ていこうと思います。いかがでしょうか。いつも履いているジョンブルのブラックのワイドパンツですね。この辺りと合わせたかったんですよね僕が。どうでしょう。でまあ丈はねまあその時々で合わせてもいいかなと思って、ちょっと長めにしてもいいし、どうだろうか。僕のまあ個人的に、まあ、これも好き好きの履きこなしだと思うんですけども、僕少し短めで靴下とか見せてもいいんじゃないかなとか思います。どうでしょう。これね本当履きやすい。若干まだ革にきつさはあるので少し厚めの靴下を履いてちょっとなじませていこうかなと思います。どうでしょう。いや雰囲気いいな。これでデニムパンツとか合わせてもいいかもしれない。はい、ついでねちょっとデニムとも合わせてみました。イメージ通りです。いやなかなかこの雰囲気いいな。ドクターマーチンといえばねこのね紐のタイプが結構当たり前だと思うんですけども、このタッセルかなりおすすめです。デニムパンツとの相性もバッチリ。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、去年から言っておりました革靴をゲットいたしました。ブランドはねこちらです。ドクターマーチンでございます。まあ、昔からあるね定番的なブランドなので、良いものをですねちょっと長く使いたいなと思っての決断でございました。このタッセルスニーカー、タッセルスニーカーじゃん、タッセルローファーかなりいいかもしれない。まあまだねちょっと硬いんだけども、まあそれをですね履くことによってどん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 なじませていって自分なりの形になっていけばいいかなと思います。で僕の今のファッションといろいろ組み合わせてまた自分らしい着こなしができたら最高かなと思いますが、という形で今日は、ドクターマーチンタッセルローファーを購入しましたという動画でございました。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますのでよろしければチェックしてみてください。以上、かつよしでした。ではまた見てください。念願の革靴です。いやなかなかいいな、いいチョイスができたような気がします。